コネクティでは自分のアバターも AI 化することが可能です。自分のアバターを AI 化？どういうこと？説明するより実際に使っているところを見てみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。私、獣道旅行の市川と言いますけど、研修旅行にお悩みでしたよね。そうなんです。でしたら弊社がお手伝いさせていただきたいのですが、いかがですか？わかりました。検討しますので、お名刺をいただけますか？わかりましたか？何が？市川さんが話していた女性、あれ AI なんです。AI？ コネクティのアバターは自分で操縦するモードと自立型の AI モードが選択できて、自立型の AI モードにしておくと誰かに話しかけられた時に自動で応対してくれるんです。自動で話してくれるんだ。これによってビジネスのチャンスをうっかり離席してて逃すということがなくなりますし、相手が AI だと分かっていれば話しかける方も気が楽という人も多いんですよ。これ人によっては複数のアバターを使う人も出てくるんじゃないの？はい。ですから人手不足の企業も AI アバターを使ってコネクティ上で仕事をさせたり、こっそり友達探しや恋人探しに利用している人もいるんですって。これはリアルワークの人でもぜひ使いたい機能じゃな。